マルギランは、ウズベキスタン共和国東部のフェルガナ州の都市。人口は14万3600人。標高は487メートルマルギランの市場伝説によると、マルギランはアレクサンドロス三世によって創建された。ある日の昼食でだように、チキンとパンが出されたところから、町の名前がついたという。旧世紀からシルクロードの主要なキャラバンサライで、 天山山脈をカシュガルに抜けるルートに位置していた。16世紀、ムガル帝国のバーブルは、ザクロとアンズが微味で、狩猟の獲物は迫力など素晴らしく、土地のサルト人は、喧嘩っ葉薬、トランスオクシアナ全域で流行している。悪魔払いは、マルギラン人が広めているなどとマルギランの印象を、記している。マルギランの人々のタフさは今日でも残っている。マルギラン商人は、 中央アジアの商業を支配し、ウズベキスタンの闇市を牛耳ってきた。現在のマルギランは、イスラム保守主義の画像となっている。ウズベキスタン最大の絹工場があり、最高品質の絹製品が作り出されている。ここでは全てに古式に則っ,ったやり方が守られている。マルギランの南のフェルガナを、ニューマルギランとロシア人は呼んだことから、マルギランは、オールドマルギランとも呼ばれた。 ありがとうございます。